トマス・マイケル・グラビンは MLB の元選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国マサチューセッツ州コンコード出身。左投げ左打ち。高校時代はアイスホッケーと野球をプレーし、両方で抜群の成績を収めた。1984年の NHL ドラフトでは、ロサンゼルスキングスから4巡目に指名を受けたが、同年6月のドラフトで、アトランタブレーブスから2巡目に指名を受け入団。1987年8月17日にメジャーデビューを果たす。1988年は先発ローテーションに定着したが、7勝17敗でリーグ最多の敗戦数を記録した。1989年に14勝8敗、リーグ3位の4完封を記録し、飛躍の年となった。1990年は10勝12敗に終わる。1991年は5月に6勝0敗で、ピッチャー・オブ・ザ・マンスを受賞し、オールスターゲームでは先発投手を務めた。シーズン通算で20勝11敗、防御率 2.55 を記録し、最多勝利のタイトルを獲得。チームの9年ぶり、前年地区最下位からの地区優勝に貢献した。ピッツバーグパイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2敗を喫したが、チームは33年ぶりにアトランタ移転後初のリーグ優勝を果たす。ミネソタツインズとのワールドシリーズでは1勝1敗だったが、3勝4敗で敗退した。シーズン終了後初のサイ・ヤング賞を受賞した。1992年は1954年、1955年のロビン・ロバーツ以来となる2年連続でオールスターゲームの先発投手に選ばれたが、初回1アウトから7連続安打を打たれるなど2回途中5失点の乱調だった。シーズンでは20勝8敗、防御率 2.76、リーグ最多の5完封を記録し、2年連続の地区優勝に貢献。前年に続きピッツバーグパイレーツとの対戦となったリーグチャンピオンシップシリーズではまたも2敗を喫したが、チームは2年連続のリーグ制覇。トロントブルージェイズとのワールドシリーズでは第1戦に先発し、4安打無四球1失点で完投勝利を挙げたが、チームは3勝4敗で敗退。サイ・ヤング賞の投票では、シカゴカブスのグレッグ・マダックスに次ぐ2位に入った。1993年にはマダックスが加入し、ジョン・スモールズ、スティーブ・ウェーベリーと合わせて4天王と呼ばれた。22勝6敗、防御率 3.20 をマーク。1967年から1972年のファーガソン・ジェンキンス以来となる3年連続20勝以上を記録し、3年連続で最多勝利のタイトルを獲得した。1994年8月に労使交渉が決裂し、選手側がストライキを決行。当時メジャーリーグ選手会会長だったグラビンはファンから怒りを買った。ストライキが解除された1995年は登板時にブーイングを浴びた。クリーブランド・インディアンズとのワールドシリーズでは2戦2勝の活躍でシリーズ MVP を受賞。38年ぶり、移転後初のワールドチャンピオンとなった。スプリングトレーニングの実戦登板で投げるグラビン1998年は20勝6敗、キャリアハイの防御率 2.47 を記録し、4度目の最多勝ちを獲得。サイ・ヤング賞の投票では1位票がトレバー・ホフマンを下回ったが、獲得ポイントで上回り2度目の受賞を果たした。しかし、ストライクゾーンの改定が行われた1999年は、リーグ最多の259被安打を記録するなど、苦しんだ。6月4日時点で3勝7敗、防御率 5.00 だったが、シーズン終盤に調子を取り戻し、最終的に14勝11敗、防御率 4.12 を記録した。2000年のスプリングトレーニングで、マダックスからカットファストボールを教わった。迎えたシーズンは21勝9敗、防御率 3.40 で、5度目のシーズン20勝と最多勝ちを記録した。7月31日にはメジャー史上96人目となる通算200勝を達成している。2002年6月26日にはナショナルリーグで5人目となる同一チームで2戦、奪三振を達成した。2002年は6月まで防御率1点台を維持するなど好調で、最終的に18勝10敗、防御率 2.96 を記録。それまで16シーズンをブレーブス一筋で過ごし、生え抜きの人気選手だったが、同年の新労使交渉の際に、選手代表として、矢面に立ってきたグラビンに対し、強欲な選手の代表と反感を持つ人もいた。シーズン終了後フリーエージェントとなり4年契約を希望したが、球団はシーズン後半の不調を理由に拒否。2002年12月5日にニューヨークメッツと3年総額3500万ドル、4年目のオプションを含めると4250万ドルで契約した。移籍1年目の2003年は9勝14敗、防御率 4.52 に終わり、1989年から続いていた2桁勝利が14年で途切れ、チームも地区最下位に終わる。2004年は前半戦は7勝7敗、防御率 2.66 だったが、後半戦はコントロールが悪化し4勝7敗、防御率 5.06 の成績に終わった。シーズントータルでは11勝14敗、防御率 3.60 と負け越しはしたが前年より防御率は改善した。8月10日には交通事故に巻き込まれてしまった。2005年は先発陣に故障者が続出する中、ペドロ・マルティネスと共に先発ローテーションを守り、13勝13敗でチームをポストシーズン争いに踏みとどまらせた。2006年は8月中旬に血行障害のため精密検査を受けたが、軽症で投薬治療が可能なため、約2週間ほどで戦線復帰。同年はリーグ2位の15勝を記録。シーズン終了後球団がオプションを行使せず、違約金を払い、FA となったためブレーブス復帰が噂されたが、1年750万ドルで残留。ブレーブスが契約条項にノートレード条項を加えなかったためと言われている。通算300勝まで、あと10勝に迫った2007年は、8月5日のカブス戦で、史上23人目の300勝を達成。チームは9月12日時点で、地区2位のフィラデルフィア・フィリーズに7ゲーム差をつけていたが、そこから失速。ついにフィリーズに、同率で並ばれて迎えた、シーズン最終戦のフロリダ・マーリンズ戦で先発したが、1アウトを取っただけで7失点で降板し、敗戦投手となり、チームはプレーオフ進出を逃した。試合後のインタビューの冷静な自己分析は、大ブーイングとともに、称賛の声が上がった。シーズン終了後、1300万ドルのオプションを破棄して、FA となり、同年11月19日に1年800万ドルで5年ぶりに、古巣ブレーブスに復帰。ブレーブス復帰後の初登板試合での、スターティングオーダー2008年は4月18日に、ふくらはぎの故障で、自身22年間のキャリアで初となる故障者リスト入り。2勝4敗、防御率 5.54 に終わる。オフに、一旦、フリーエージェントとなったが、2009年2月19日、1年100万ドルで、再契約。6月2日に、戦力外通告を受け、2010年2月11日に、正式に現役引退を表明した。グラビンのブレーブス在籍時の背番号47、アトランタブレーブスの永久欠番に2010年指定。引退表明から3ヶ月後の2010年5月に、古巣ブレーブスはグラビンの在籍時の背番号47を永久欠番に指定することを発表し、同年8月6日に欠番表彰式が行われた。2014年1月8日に資格取得1年目でブレーブス時代の両友グレッグ・マダックスと共に野球殿堂入り。得票率 91.9% は歴代24位だった。メジャーデビューしてから引退するまで一度も救援登板がなかった。先発登板数682は歴代12位だが、上位の投手は全員救援での登板があり、一度も救援登板したことのない投手としては史上最多である。ちなみに、第2位は現役の CC サバシアの415試合、第3位はベンシーツの250試合である。全盛期の速球のスピードは最速93マイルパーワー、常時140時速 145km 程度だったが、制球力が非常に良く、世界最高の技巧派左腕投手と評されたほどで、しばしばブレーブス時代のチームメイトだったマダックスと並び称される。変化球は、スライダー、カーブ、サークルチェンジなど、特にサークルチェンジの評価が高い。ゴールドグラブ賞の受賞経験はないが、守備、牽制の評価は高かった。最多勝5回は、ウォーレン・スパーン、グローバー・アレクサンダー、ボブ・フェラー、ウォルター・ジョンソンに次ぐ5位タイ。クレメンス、マダックス、アール・ジョンソンといった同時代の他の300勝投手と比較すると、ホイップや防御率といった投球内容を示す数字では、それほど傑出した数字を残してきたわけではない。しかし、クオリティスタートの数は682登板中436試合、63.9% と高い数字を残しており、勝利につなげるピッチングができる投手であったことを示している。打撃の良い投手としても有名で、1991年、1995年、1996年、1998年の4回、シルバースラッガー賞を受賞している。犠打もうまく、通算216犠打は、投手としては、歴代1位。2001年には、リーグ最多犠打も記録している。ありがとうございます。